ミイラは、イタリア共和国ベネト州ベネツヤ県にある、人口約3万9000人の基礎自治体。ベネツヤ型の西に位置しており、ベネツヤ都市圏に含まれる。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。ベネツヤ県西部のコムーネで、ブレンタ川下流域のリビエラディブレンタと呼ばれる、地域に含まれる。ベネツヤとパドバの中間にあり、 県と州都ベネツヤの西約1 4トル、パドバの東約2 0トルに位置する。コムーネの領域はブレンタ運河付近まで広がっている。ナビグリを出るブレンタ隣接コムーネ隣接コムーネは以下の通り、東にベネツヤ方に面する。地域南東部、面積にして1、3ほどの地域はラグーナに続く、小宅地で多くの島や水路からなる。 自治体名と中心市街名が異なるコムーネで、視聴者はミイラタアーリオに所在する。ミイラには、以下の分離集落がある。16世紀から18世紀にかけて、ベネツヤ人によって建設された邸宅が見られる。マルコンテンタ地区にあるビルダ・フォスカリは、アンドレア・パラーディオによって設計された邸宅で、世界遺産、ビチェンツァ市街とベネト地方のパラーディオのビラの一部として、 登録されている。この他著名な邸宅としては、ミイラポルテ地区にあるビッラー・ウィードマン・レッツ・ニコホスカリなどが挙げられる。毎年6月頃に、バルマーアナ地区で、タムタムというイベントが行われる。この催しは1ヶ月近く続き、毎夜、世界から来たミュージシャンによって、ライブの舞台が務められ、総菜屋のスタンドや手仕事のし、子供のための遊戯施設ができる。 この間バルマー,アーナ公園は緑に染められる。また、毎年4月には、オリアゴ地区で、オリアゴインフィオーレ植物と花の見本誌が開かれる。1989年6月1日、ジロでイタリア1989の12日目、ミラでマリオ・チポリーニの勝利が決定した。印を付したものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。